ほら72時間配信やってる。バケモンじゃん。ビーター最先端攻略。ビーター最先端。顔出し、ワットさん日本3位だった男ってタイトルのやつがある。これ詐欺ですか？詐欺かもしんない。最悪やなもん。それはあかんよ。あかんかな。うん、あでもね、顔を出してるところもあったかもしんない。正直わかんない。めちゃめちゃ下まで遡ればワンチャンある説。うん、あるかもしんない。まあ別に顔隠してないから。まあでもね、当時ね、多分俺結構ブサイクだと思うよ。眉毛とか髪の毛とか一切気にしないから、この時、ゲームしかしないから。ポメラニアンさん、プライムサウス、あ、そうです。今気にしてるってことですか？今ちょっと気にしてる。はい、外出ないのに。サブアカのツイッターに載せてるやつは結構気にして持って写真撮ってるから。はい。わあ。わあ。やっぱね、容姿、眉毛とかちゃんと剃って髪の毛とかバッチリその美容院とか行ったら、やっぱ見た目ちょっと変わるんだなって思った。いや、そりゃそうよ。まあ、やっぱね、何もしない時の俺なんか昔の見るけど、やっぱブサイクだなって思うもん。だからみんなもその眉毛ちゃんと剃って髪の毛ちゃんと切ったら意外と変われるから。眉毛マジ大事だからね。マジ大事、眉毛本当に大事よ。